日本新八景とは、1927年に、大阪毎日新聞社、東京日日新聞社主催、鉄道省公園で一般からの投票をもとに、最終的に当時の名詞により審査選定された、日本を代表する八つの継承地。山岳、渓谷、幕府、温泉、古庄、河川、海岸、平原の八部門について、まず一般からのハガキ投票を募り、 各部門の投票数10位までが候補地として選抜された。なお、紙面の見出しに書かれた投票注意として、すでに世間で認知されている日本三景と富士山や人工的名称は対象から除外することが提示されていた。その後、文人、画家、学者、政治家等の名士による審査で発見を決定した。選定された継承地には、 著名な文人と画家が訪れ、その寄稿文が新聞紙上に掲載された。また、八景の線に漏れた継承地の中から日本25章、日本百景も選定された。ちょうど一般の国民が観光に目を向けるようになった時期に行われた日本新八景の選定は、広く国民の関心を集め、投票総数は当時の日本の総人口の1.5倍にもなる。 約9300万通に及んだ。はがき投票の警告部門で1位となったものの、八景の線に漏れた天竜橋の地元では、審査の不公正を訴える形で、東京日日新聞の不買運動も起こったという、部門、継承地機構の作者の順、ありがとうございます。